エリゼ。エリゼ先輩。ミュウ様。ミュウ様に皆さんも。ティオスケも元気そうで何よりだぜ。ランディさんこそご心配をおかけしました。ユーナさんも来てくれてありがとうございます。そんなの当然じゃないですか。二人とも無事でよかった。本当によくぞここまでたどり着いたものだ。博士が容赦なく設定したというから今回ばかりは無理かと思ったが。確かに理不尽極まりねえセッティングだったみてえだがな。たとえどんな難易度であっても乗り越えられない試練はないでしょう。7組やっていたランディさんが今までくぐってきた修羅場に比べれば強化。ええ、その通りです。壁は乗り越えるためにあるってな。お二人のオペレーションもありがたかったですし。ふん、ハンデなど不要だったかもしれんな。もう博士。テストはまだ終わっていませんわよ。ああ、最後は俺たちが相手になろう。皇太子殿下に選ばれた一組選抜メンバーとしてな。エイダ、フリッツ。デートの特別演習で私たちと競ったメンバーですか。さらにミハイル少佐が指揮官も。万全の布陣みたいですね。ああ、彼らは帝国各地の紹介で幻獣や魔皇兵の制圧も成し遂げた。実戦経験という意味ではもはや7組に勝るとも劣るまい。なるほど、デートの時とは面構えがまるで違うわけだぜ。本気みたいだね。あの聖杯前みたいに私たちと。ええ、ですがあの時とは少し違いますわよ、ユーナ。思えばあれからずっと私たちは見失いつつありました。一体私たちは何のために戦っているのかと。最初は殿下の騎士としてあり続ければいいと思っていた。だが殿下や本校のあり方が変わり、秩序が混沌に飲み込まれつつある今、見つめ直すべきだと気づいたのだ。世の礎たれ、獅子神皇帝が残したその言葉を。そうか、君たちもまさしくトールズなんだな。必要なんだね、私たちと全力で戦うことが。ええ、幾度となく対立し互いを高め合えたあなたたちならば。あり方を推し量るにはこれ以上の相手はないと考える。立ち会ってくれるな、バンダール。分かった、フリッツ。だったら気が済むまでとことん付き合ってやるか。全力で応えます。同じトールズ生として1組と7組、魂と魂のぶつかり合いといきましょう。見ていてください博士。よかろう、見届けさせてもらうぞ。1組迎撃開始。シバルサーとオルランド、オーバルギアには注意せよ。相手をしてもらうぜ旦那。必ず突破するぞ7組、ティータも。イエスさあ、互いに全力を尽くすぞ。行きますわよ。覚悟してもらう。俺の番だな。届け先行陣光流。俺の番だな。行くわよ。ハッ。
ントを滅却。僕の番だな。
ほら。ありがとうございます。さあ俺の番だな。これで終わりだ。くらえ。終わりだ。行くぞ、ファーストミラージュ。行くぜ。速度。お返しです。さて、マジかよ。はい。一組総員、行くぞ。はい。覚悟してください。ありがとう。行くぞ。俺の番だな。シート。何？ここまでか。迎撃完了。作戦を継続します。よし、掴んだ。各種ステータス。ですわね。抜かしてんじゃねえ。ええ、数も上回っていたのにここまで苦戦させられるなんて。さすがエイドたちっていうか。勝ったなんて思わない。それに正しいとも。それよりやっと一組と本気でぶつかり合えた気がする。ちょっとは役に立てたかな。言うな。あなたたちの覚悟しかと見せてもらいましたから。これで俺たちもようやく前を向くことができそうだ。礼を言う七組。ああ、こちらこそ。どいつもこいつも立派になったっつうか。最初はどうなるかと思ったが、改めて共感ってのも悪くねえもんだ。そうだ。人の世は器ってもトーレスはトーレスか。兄様。エリゼ。よかこぶしで。私。私。エリゼ、よかった。少し痩せたみたいだな。心配ばかりかけて。この髪や目のことも。関係ありません。兄様がどんな風になろうと、兄様は戻ってきてくださった。こうして私の元に来て抱きしめてくれました。それだけで私は。ありがとう。俺の方だって同じだ。
本当に良かった。よかったね、エリゼさん。ランディさんもお疲れ様です。ありがとうございました、本当に。ティオスケもな、ナイスオペレーションだったぜ。これにて最終テストも終了。結果としては上出来と言えるだろう。4番弟子、貴様のオーバルギアも課題の大半をクリアできていた。合格点をくれてやる。多少はラッセルに近づいたようだな。はい、ありがとうございます。ここでの研究は完了。もう一つの方も大詰めか。心置きなくあれの見届けに取り掛かれそうだな。
揃っているようだな。7日ぶりだ。シュワルツァーに新旧7組、ハーシェルにラッセル、エリゼ城もご無沙汰している。アルフィン殿下にアンゼリカ城、よくぞご無事でいらっしゃいました。もったいないお言葉、すでにミルディーヌ様から話を聞いているやもしれませぬが、本日午後とある場にいらっしゃるおつもりはありませんか。シュバルサーに新旧7組、リベール組とクロスベル組もだ。それぞれ縁ある者たちとまたとない再会にもなるだろう。返事はミルディーヌ様に。一応出迎えの準備はしておこう。それでは失礼する。